はい本日ですね、タイパーを哲学するという形で、近内裕太さんと荒木宏之さんをお招きしまして、セミナーを開始していきたいと思います、はい。ですね、本日なんですけれども、皆さん、500名ほどの方にお申し込みをいただいております。ぜひチャットをたくさん使っていただければと思っておりますので、え、そうなんだなどたくさん入れていただければと思います。 あのコメントに応じてセミナーの内容も変更したりということもあるかと思いますので、ぜひあの質問なども入れていただければと思います。はい、その際ですねあの、宛先、皆様全員宛てという形に変更していただけるとありがたいです。はい で皆さんぜひですで、ね、に,いいに登録されていただいている方もたくさんいるかと思うんですけれども、アーカイブ動画など、こちらの LINE からもあのお届けいたしますので、ぜひこの機会にご登録ください。はい でリフレクションという形で、えっ、ー、と今回の、えー、セミナーの振り返りなどをですね、Twitter の方でもぜひつぶやいていただけると嬉しいです。その際ハッシュタグ、えー「フライヤーセミナー」という形で付けていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではここからがご案内になりますが、本日セミナーにご登壇いただきます近内さんと荒木さんの講座がですね、来月8月からスタートになります。 今回ですね、なんと6ヶ月の講座になっております。2人に登壇いただく講座です。はい、でフライヤーキックキャンプというものなんですけれども、こちらは普通の講座と少し違う形になっておりまして、コミュニティラーニングの場になっています。ですので、アウトプットを重視して、たくさん皆さん双方向から学んでいただくような場になっています。今日のチャットもですね、たくさん使っていただきたいというのを先ほどお伝えしたんですが、皆さんのチャットだったりとか言葉をどんどん盛り込んで、えー 講座を盛り上げていくような形になりますので、今日もチャット使いながらその練習をしていただけると嬉しいです。はい。で、キャンプという名なんですけれども、エリアが分かれています、えー。高める山という仕事を高めたい方向けのエリアであったりですとか、育てる森という形で思考力を伸ばしたい方、深める沼、地を深める場ですね。こちら、創発の焚き火というのが世界を広げたい方向けのエリアになっております。で今回の講座が深める沼という形で、 知を深めたい方のエリアになっていますこちらの講座タイパとは何かでビジネスから生まれる哲学的思考入門というクラスが8月から開講になりますこちらのご案内も最後の方にさせていただきたいと思いますのでぜひ,ぜひそちらも楽しみにしていただければと思いますはい、ではここからセミナースタートしていきたいと思いますでは荒木さん近内さんどうぞよろしくお願いします お願いします、はい、改めましてどうぞよろしくお願いします。いますは<ー>い <laughs> ということで、えー、と私たち2人で、えー、今回まあフライやブックキャンプで初だと思うんですけど共同で、はいえー、やるというセッションですね、はいはい。楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。えっと市原さん、ちょっと簡単に自己紹介をしたいので。えー 資料投影ししていただけますでしょうかはい、承知しました。はい。<laughs> ということで、えっと、今回、えー、タイパを哲学するというテーマですけれども、まず私から言うとですね、まあ、哲学には私は縁もゆかりもない人間で、えー、基本的には、まあ、ビジネス旗でずっとやってきたという形なんですけれども、まあ、哲学は、 何でしょうね好きであるという、<laughs> そんな感じで、まあ、近内さんとも長らくお付き合いさせていただいていたということで、まあ、役割としては、まあ、近内さんが、まあ、ちょっと後でご紹介あると思うんですけれども、哲学旗でね、いろいろやってきて、まあ、私はそのこうビジネスとのブリッジングみたいなことを考える役割かなというふうにも思っておりますので、まあ、そんな形で今日もできればなと思っております。はい、じゃあ近内さんも自己紹介を簡単に。いはい 僕の,そうか僕の自己紹介、こんなシンプルだったものしかなかったんですね。荒 <laughs> 木さんのなんか華々しい経歴とかいろいろあるんですけど、あのはい、あの本がですね、えー、と世界は贈与でできているという本を書きまして、まあ、あのそのご縁であのフライヤーともお仕事させてもらったり、こういう,、まあ、だろうなあの学ぶ場所という場所であのやらせてもらっていると。あの基本、僕はあの、高校生とかあに教えてたり、普段も仕事をしていて。 何だろうな僕やっぱ地層学者というところでやってるんですけど何だろうな知的なものに触れたり学んだりする時に主にまあどうなるっていうと大学に行くわけですけどなんで大学という場所が主であってそれ以外がないんだろうと。 いいうふうふに思っていてなんかも,もうちょっとなんか在やというか、もちろん社会人向けのいろんな講座とかね、ねすでにあるところはあったんですけども、なんかもうちょっといろんな場所で知的なものに触れたり、一緒に学んだり考えたりと、うん、まあ,ある意味、だから、ゼミという形みたいなものをもっといろんな場所でできるんじゃないかなと思って、うん、やっているというところがあって、やっぱフライヤーは一つそういう、まあ、ある意味、こうまあ ね、別に論文書くってわけじゃないから、そんな、ね、こうけ権力関係とか上下関係もない中で、ちゃんとこう横並びで、なんか今回このテーマで学ぼうかというふうに今書籍を、ね、中心に置きながらやれているので、ある意味僕がずっとある意味やり,やりたいというか、こういうことを大人とか社会人になってからもできるんじゃないのと思ってたことをちょっとやらせてもらっていると。フライヤーとの関わりでいうと、そんな感じですね、はい。今日はよろしくお願いいたします。はい。ということで。 えー、今回ですね、えー、とタイパーを哲学するという、うんえー、テーマなんですけれども、はい、えとどの辺からいきますかねなんか僕はもうね、うん、1819ぐらいから哲学っていうものをずっと、まあ、キーワードで考えてたんであの今世の中でなんでこんな哲学というキーワードがこうホットワードというかになってるんだろうっていうのは僕自身ちょっとこう。うんうんうん あある意味分かりきっっててないところがあってその辺ちょっとなんかね、えー、とヒロさんと一緒に考えられたらまず、あはい、そもそも何で今哲学というキーワードなのかっていう、うん、でその後にじゃあ、ね、それぞれが思う哲学っていうのはある程度、ね、もう一義的なこれが絶対的な定義ですってのはないわけですけど、まあ、特に、ね、僕らがこの先やっていこうとしたら例えば講座の中でだったらどんなようなものを哲学と名前を付けて呼んでるのかと。 いところなんか、シェアしながら、皆さんともシェアしながらいければいいかなと思いますね。うんうん、うん。あ、久保さんからの援護射撃がちゃんと今、トピックが立ちましたの、ね、で、なぜ今、哲学が注目されているのか、さすがですね。はい。そうですね。その辺、なんか、近内さん、ご意見ありますなんか、システムがうまく回ってないからなんじゃないかなっていうのが一番シンプルなのかなと。要は、なんというのかな。こう、ゲームがうまく進行してるときに、 そもそもなんで僕らこのゲームやってるんだっけとかこのシステムのなんだろう目的って何だったっけとかっていうのを問う必要がないわけじゃないですか。うん,うん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 。うん、そうやっぱりなんかあれってみんな何かこれでうまくいくはずだったのにあるいは上の人たちからこれでこうやればいいんだよって言ってくれてたせ成功例というか努力の仕方、うん、とかあるいはこういうふうに考えればいいよみたいなのがなんかなくなっちゃってなんか。 マニュアルとか作業手順書みたいなものが機能しなくなっちゃったっていうところその時にあ,あそもそもあの作業手順書とかマニュアルがないところでずっと考えてきたのは哲学だよねっていうところなのかなっていうのが僕の今仮説というか、うん、考えかなと思ってますねそうですねまあ,あのチャットにもそのブーカーだからっていうような、うん、ありますねあるんですけどちょっと僕ねその辺まだ こう腹落ちできてないと本当にビフォーアフターでそんな違いはあるのかっていうのは、うん、なんかあって昔はうまく回っていたって本当なのかとかブーカって昔はブーカじゃなかったのとかね<笑><笑>なんかその辺はちょっとあんまり僕思考投入できてなくて本当にそうなのかなっていう気持ちもどっかあるんですよね。いやその 問いの立て方がままさに哲学的だなと思いましたね <laughs> 要はみんなであっちに行けばいいよ、ね、<laughs> わはって時に一人なんかねそれは最近なんか逆張りとか言うけどそうじゃなくて逆張りってやっぱこう意図的に解,解逆的にやるけどやっぱその中でうまく走れないくて立ち止まってしまうってとこあると思うんですよね。本当にそそれでいいのっていう多分不安とか懸念っていうのがやっぱ哲学的なモチベーション。 ビトゲンシュタインが言ってるのがだからねみんなでわーってね「ブーカだからだ」とかね「あのシステムがうまく回らないからだ」ってなった時に「本当に?」っていう、まあ、ある意味空気読まずに言う時になんか別にいたずらで言ってるわけじゃなくて僕はその空気というか流れが読めないんだとそっちに行けないんだって時に立ち止まるっていうのが多分一つそもそもって考える時の一番かなと思ってますね。うん そうです、ね、まあ近内さんは、まあ、ウィトゲンシュタインをかなりね研究されていたということもあり、うん、まあそのうまくなんていうんだろうなその、えー、空気であったりその時代にフィットできない、えー、そういう人だからこそ見えてしまうものがあるみたいなね、うんうん、だから何でしょうねこうなんだろうな その視点を私たちはどう持つのかっていうのは結構大事なような気がしていてだから僕なんか結構その疑問感じずわーってやっちゃうタイプのような気もするんですよでその時にちょっと待てとそこ先本当大丈夫かみたいなことを例えばねスタートアップとかにいるとですね、うん、その問いって結構面倒くさい問いなんですよね。はははいはい、はい うん、いやだってもうこうやって世の中変えるぜウェイみたいな、うん、まあそういうことを言っているタイミングでいやでもその先何かありますかとかいう話っていうのは結構禁句だったりするじゃないですか、うん、でもそれがすごく大事だったりするだからこのバランス感覚って本当にとっても大事なような気がします、ね、確かこれ僕出典が見つけられなくて何で読んだか覚えたいんですけど大森正造哲学者の大森正造さんか野谷茂さん が言ってた、うん、あるいは大森,さんが大森さんが師匠で弟子,あの弟子が野森さんは弟子なので,で、ねうん、確か野谷さんが大森正蔵さんが昔こういうこと言ってたんで、うん、あるいはこういう会社って紹介してたのどで見つからないんですけどちょっと文献が、うん、すごい素敵なこと言ってて哲学は深いとかっていうみんなふうに思うだろうと一般的には、うん、逆なんだととてもとても浅いんだっていうんですよねどういうことかっていうと科学深いのは科学とかなんだっていうんですよね 通学とかあるいいはこう探求してて掘っていけますよねどん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 。だけど哲学はその表層でその穴に入っていけないそのトンネルに入っていけない人たちの表面で考える人たちなんだっていうんですよ、哲学。うん面と、うん、はこの前提を認めたらこういうことが言えるね、物理学でも、えー、と素粒子という、まあね、例えば原子でも何でもいいですがあるとしますとあるいは場というものがありますとかなんだろうなそういうなんか複数の前提を飲み込んでじゃあ何が言えるかなこの現象は何なのか。うん ね、宇宙で起こったこの天体のこの、えー、と爆発はどういう原因だろうとかっていうふうに探求が先に進むんだけど哲学者たちはそもそもこの世界が素粒子でできてるものがあるってどういうことってなって入っていけないと。わかる入れ。入りたいんだけど入れない。んでかっていうその前提がうまく飲み込めないから。うん。と時にじゃあその前提の妥当性って何だろうとかなぜ僕らはその世界が最小単位からできてるって考えるような思考法になるんだろうとかっていうふうに。 考えちゃう、まあ、だから面倒くさい人たちなんですよね、まさに。うん、ビジネスであっても、それが科学であっても、知的探求であっても、多分同じで、知的探求ってやっぱり何かの、これは前提とします、これ以上は不問に付しますと、認めた後に先に入っていける。うん、物理学とか経済学が典型的ですよね、物理学でもかなり、あ経済学でもいくつか仮定を置くわけですよね。ねっていうような仮定が、そもそもその仮定が飲み込めないっていう。 いやすすごくよくよわかりますあの僕はよくジェンガに例えて考えるんですけれどもビジネスをやるっていうのはジェンガの上に何段階か重ねた上のところでこう踊るみたいなそ,そんな感じなんですよね。でもそこにはいろんな前提が積み重なっててまあこういうテクノロジーがあり、うん、こういう市場環境がありこういう プレイヤーがいてこういう業界慣習があってこうこうこうでいろんな前提の上にこのビジネスが成り立つでだからお金くれみたいなのがそういう話じゃないですか。うんうん、でもうそこはある種こう所有のものだから疑ったららないんですよだからそこはもうまず安定の大地として捉えてその上でここの上さらに上に何を組み立てるかっていうことを考えるっていうのがある種のこうビジネスパーソンとしての、うん。 一つのの大事なな要素よような気がすするんですよねしかし哲学的思考っていうのはその <laughs> 地表の下にあるジェンガのこの一本マジ本当みたいな <laughs> こうなんかそこに問いを立てていくだから怖くて乗れませんというね。ある意味その父知的なものに対する恐れみたいなのが実は多分あると思うんですよね。 なんでかっていうとなんで恐れになるかっていうと周りは理解してくんないからですよねえなんでお前そんなこと考えちゃうのっていう風になって見方がいないなんですよ、ねうん、結構これ哲学者の幼少期あるあるなんですけど思ってた疑問が周りに理解されないっていう。 あの哲学者の永井仁さんもそうですね、自分、私って何かっていう話をずっと考えてたんだけど、当時、やっぱね、あ当然、あの小学生、中学生だと、ね、永井さんもその、ね、まだ言葉だったり、その文献も読んないから、未熟だからせ、精一杯自分で言葉にしようとするんだけど、周りには全く理解されないし、周りの人たちも、それを疑問だと思わない、気持ち悪いことだと思ってないから、あれってなっちゃうと。である時本を読んだりして、<ー>ウィトゲンシュタインが自分と同じ気持ち悪さを言っているとか。 っっっててなやっと哲学っていうものに何か出会うっていうのが結構あるあるなんですよね、ね皆さんの。マルクス・ガブリエルもなんか似たようなこと言ってた記憶があって、なんか小学校の帰り道かなんかに、うん、左目かなんかに雨粒かなんかが入った時に、なんか、うん、こう、なんか塔が二重に見えるとか三重に見えるみたいな、うん、そんなことがあったにそに、その二重とか三重に見えるっていうのはどういうことなんだと。い、うんまあ、いわゆる関東の,もの自体みたいな 私たちはそれにアクセスできててる。そんなこと考えてる小学生いたら、ちょっとね、仲間外れになりますよ。うんちなみに、僕は教育やってると、そういう時にいや、その疑問はとても真っ当な疑問なんだよって言ってあげる。先生になりたいなと思ってるんですよね。うん、やっぱ、僕がちっちゃい頃、言ってほしかった。うん、近内くんが言ってることはあの、真っ当な疑問なんだよ、と。ただ、うん、それを考えちゃうと、えー、今の勉強が進まないから。 あと後でこの本読んどいたらぐらいの,なんかそのバランス感覚、まさに。うん、そういう意味で、教育者ってまさにさっき言った、うん、ヒロさんが言ったそのビジネスにおけるバランス感覚みたいなのあるかもしれないですね。子供も純粋な疑問に付き合ってあげるけど、ね、やっぱ教育にも一応の、納期があるわけですよ、納期というか、あのやっぱね、小学校何年生だったら何年生の内容とか、まあ、特に受験とかだと受験がありますよとか、ね、定期試験がありますよだか、一応納期はあるんですよね。 そう僕はあれほぼ四半期決算みたいに四半期より細かいステップで、ね、中学高校でテストできるので、うん、やっぱそうすると納品しなきゃいけないって圧つがただ,ただ強すぎるとやっぱ知的探求ってそんな進まなくてそうなんかねやっぱそのバランス感覚っていうのはとても大事な気はしますねそうですねうん、うん、まあその中で我々もいろんな立場がある中でその、うん どれだけこう問いを立てられるかっていうのがすごく難しい瞬間ってありますよね。まあ、例えば社長やってますとか、まあ、みんなそれぞれいろんな立場があるその中で哲学的に考えるっていうのがすごく難しいっていうのは私自身も日々感じてることなんですけれども、うん、近内さんなりにその哲学とは何かっていうことをもし問われたとしたら。 なんんて答えるんですか多分ね一個の物体ではあると思うんですけど多分大きな,、うん、なんかビルみたいに見えて多分いろんな角度から見ると見え方が変わるというか一個の対象なんだけど、うん、いろんな観点があるように思うんですけど僕やっぱその話で最近ふと思ったのがやっぱあのエマニュエル・カントの啓蒙とは何かっていう中に、うん あの出てくる言葉が僕は結構特に結構現代の僕らを勇気づける言葉かなってあの理性の公的使用っていう言い方をするんですよね。はいはい、つまりあの推論する力の、うんえー、パブリックな使い方と公的な使用っていう言い方をするんですけどそれどういうものかっていうと、まあ、簡単に言うとポジショントークするなって感じなんですよね。簡単に言うと おある特定の立場からものを見て考えるっていうのはそれは理性の私的なプライベートな使い方なんだっていうわけなんですよね。要は、うん、人類としての理性を持ってる一人間として自分の立場役職から離れて学者として考えろっていうんですよね学者っていう言い方をするんですけど、うん、で誰であっても学者になりうるっていうような,ううようなモチーフで言うんですよね。 例えばある軍人の将校の話が出てきて、軍人ってある意味、完全に、ね、あのその官僚的なシステムの一つの役割なわけですよねで。ある将校が上官から命令されて任務に就きながら、その命令が目的にかなったものではないとか、役に立たないなどとあからさまに議論するとしたら、それは極めて有害なことだろうって、まず前置きを言うんですよね。 そ,れのそ,のその作戦というのはあまりにも不合理ですとかっていうふうに上、上が決定したのに現場の判断で勝手に変えるなって言ったらシステムが回らないですよね。将校としては、軍人としてはそれを、そういうのは有害だと。ただ、学者として、一人間としてそれは不合理だと言うんであれば、これは理性の公的な使用だから、僕らにはその自由がある。あと、市民も納税しなきゃいけないんだけど、その納税というものは不正であるとか。 公平ではないというふうに疑問をした手をするというのは学者,としての学者としての市民の義務だという言い方をするんですね。まあはあの教会の牧師も同じだと。当然、キリスト教の教義、キリスト教というシステムの中の一役割を果たさなきゃいけないんだけども、一学者としてその,あの不正とかその教義は違うって告発するということはできると。それが理性の公的な仕様なんだと言いますね。うんなるほどこれ結構 激しい言葉でもあるしいざなんつかなこう自分ごとに置き換えると過酷かもしれないけど僕はとても勇気づけられる言葉というかとても素敵な宣言というかそうですね、うん、これよく考えたら小松左京も「復活の日」の中でスミルノフ教授っていう役割を出,す出してその中でやっぱり哲学者だけはこの世界がどういうふうに破滅するかを分かっていたっていう言い方を得まして、うん、やっぱりみんな哲学者というものに特別な 地位を与えますよね。小松さん、典型的にそうですけど。うんうん、そう、このね、ポ、ポジショントークから離れて,いいて。まそすね。まあ、だから、あの、その話はハンナアーレントに通じていきますよね。うんうん、そのアイヒマンの凡庸の悪みたいな話は、まあ。ある種、こう限定されたポジションの中での正義みたいなことは当然語りうるんだけれども。 あのまあ、それは、ねあの、物事をより悪い方向に導く可能性があるということですよね。常に我々は哲学者、まあ、そこでカントの言葉を使うならば、学者として振る舞うという義務があるという、うん、そういうメッセージですね、えー。なんだろうな、やっぱり結構これって過酷なんですけど、じゃあその理性の公的な使用。 これだから言葉は多分俺だから面白いのがこれ言葉の感覚としてよく考えると逆に聞こえるんですよねつまり私が一学者として考えるならばっていうとある意味逆に理性のとても個人的な立場だから公的っていうとねみんなでっていうイメージになるじゃないですかだけどある意味ニーチェの言う超人のようにこの世界の価値をお前が決めろ。 っていうものだから逆にある意味とてもとてもある意味超個人的なんですよ何、ね、だけか多分カントがんでそれを公的っていうかっていうかカントはどっかプラトニズムっていうかあの人間が理性を行使していった先には同じ場所にたどり着くっていう,いう多分前提があるから公的っていうんですけど僕は逆にやっぱとてもプライベートにあなたがこの場で何をすべきかあなたが考えなさいと。 父としてとか、あるいはや会社の役職、あるいはこういう業界の人間としてから離れて、あなた自身が丸裸で考えると、あなたが丸裸で、えー、と決定せよっていう。いやー、だから、まあ、どの問題とも言いませんけれども、最近だから、そういういろいろなその矛盾をはらんだ問題とかがね、いろいろあからさまになって,、うん、っていますけれども、やっぱりどうしてもその自分の限られたポジショントークの中で、 逃げたいっていう欲求と、うん、いや、それは人としていいのかみたいなところのショコンフリクトみたいのがね、あ,ありますよね。やっぱりね。で、なんか多分、やっぱ僕らが一人一人自分でその告発するとかっていう時に、なか二の足を踏んじゃうのっていうのは、なんかね、ババを引くじゃないけど、なんかね、なんか損をするんじゃないのって気もあると思うんですよ。一人で正しいことを言っちゃうと、うん、なんですけど、なんだろうな。それも多分ケースバイケースで。 僕よく言うのがそのじゃあ私が自分として考えて自分として何かを発表したりあるいは自分として、えー、と誰かに何かを伝えるっていうことをするとどういうメリットがあるのかっていうと多分生生ききた心心地地ががていいるるととううすんだ思何でかっていうとこれは他ならぬ自分が今考えついたことでありこれを今一生懸命この人に伝えたいって時に多分すごく生き生きとすると思うんですよね。 なんか生命力っていうもん,多分,なん,かなんか多分もしかしたらだけどなんか生命力ってキーワードなのかなと思ってて、うん、いやみんな仕事をした時なんかだんだん生命力が削,削られるような仕事とすごく自分が乗ってくる仕事ってあるじゃないですか、うん、あの違いってなんか自分はそれすべきだと思ったんやけどなんか命令されてとかあるいは自分のポジションとしてはやらざるを得ないとかって時にまさに使命感から遠,遠ざかっていくというか。 か今ここに私がいてわ他ならぬこの私がここで生きてるんだっていう感覚っていうのはやっぱり一つそういうふうに哲学的にもの自分が自分で自分の頭で考えて自分の言葉で考えた時に何か起こることなんじゃないかなって思ってます、ね、だ逆に哲学って多分とても贅沢品だと思うんですよねうん、うん、やっぱ衣食住足りた後の話というか いやででもねあー先生、ひ、は、ろ、いはい、く,いやく <laughs> あの。一方で、うん、それが暴走するっていう怖さも僕はなんかちょっといろいろ目の当たりにしていて、うん、まあ、友の一徳さんが、その徳の騎士っていう表現を、はい、あの使ってますけれども、まあ、私は正しいのである、たこれでなくてはならないのであるみたいななることで。 暴走してしまうみたいな。なんて言うんだろうな。自分の頭でけ考えた結果、イデオロギー的にこれ固まってしまうみたいな。はい、そうね、うん、でもそれってとても哲学的な立場から遠いと思うんですけどね。本来ね。一つの立場に、あのうん、でもそれそれってある意味一つの自分のポジションにまたなっちゃったわけですよね。いや、そうなんですよ。だからそれが難しいんですよ、こ,れ、うん、この話は。そう, <laughs> うん だからさっきヒロさんが出たすごいいいキーワードがそのジェンガの上で踊り続けるっていうキーワードがあったじゃないですか多分これとても大切な多分比喩というか表現でそう踊るように考え続けるってやっぱ考え続けるっていう。あーなるほど、うんあのま。あの千葉雅也さんもえ確か勉,勉強っていうのは耐えざる自己,なんかは自己破壊破壊的なもんなんだ勉強はっていう。うん と同じように、うん、あ,あるノリつまりあるポジションができたらその,そのノリから別のノリ別のポジションへ移行するす、ね、移行の瞬間に、まあ、勉強っていうものがあったりあるいは哲学っていうものがあるとでまたねそうすると自分の考えはこうだでまた固定して自分の考えに執着が生まれますよねうんなんか卓彦さん仏教の悟りと近いような気がする悟らなきゃ悟らなきゃと思ってるとそれは悟りというものに執着しちゃってるので絶対悟れないわけですよね、うん この矛盾に耐えるっていうのが一つ、矛盾を乗り耐えて矛盾,に矛盾を乗り越えていくっていう、うん、やっぱね、哲学よくパラドックスっていうものがやっぱ出てくるわけですね、いろいろと。要は、僕らの日常的に考えていくと、こうなって、こうなって、こうなるんだけど、それって、A であると同時に A でないという矛盾にいた至っちゃうよねと。ってことは、これ、どこかの議論におかしな部分があるはずだよねっていうふうに、議論の点検を結構、やっぱり、特にプラトン、アリストテレス、ソクラテスはやっぱりやってますよね。 うん、あえて相手をこっちの土,土俵に引き込いや、そうですね。それ変なこと言ったよね、<ー>今。それ矛盾してないってなったとき、矛盾してますね。じゃあ、どこだろうどこがおかしいだろうこの前提はこれは正しいだろうじゃあ、ここだみたいに。っていうふうに、こう、なんだろうイ,イメージでは配電盤とかなんかで、ね、保守点検みたいな、エレベーターとかエスカレーターの保守点検みたいな。ああなるほど。エレベーターが動,動いたりするんだけど、いざって時のためにちゃんと保守点検をして、あるいは故障したときに直すっていうような、うん、まあ理性の。 僕らの思考がバグる時ですよ、ね、なるほどね,、うん、ね。やっぱね、自分の中の内なる矛盾に気付くって、一番知的に大変なことだと思うんですよね。いやー、ほんとそうっすね。なんでかっていうとね、うん、やっぱまあでも僕、逆に言うと、僕らの、僕ら、生き物、動物の中で僕らだけが持ってるであの能力なんですよね、矛盾に出会える能力っていうのは。 矛盾って言葉の中にしかないんですよねだって目の前にここにねここに近いうちがいると同時にいないっていうことは現実に物理的にはないわけですね、うん、でも今僕言えたじゃないですかつまり言語の上では矛盾っていうのが出てくるんですよねあと僕らのねあの心の構造も超自我がフロイト的に言うと長自我があって意識があって無意識があるってこれだからバッティングするんですよね 欲望のレベルではこうしたいでも長寿が自分のこうすべきだっていう上からの命令が完全にバッティングするんで葛藤が起こるんですけどでもその葛藤があるから芸術とか文学作品が出てくると思ってて、うん、葛藤がない人って芸術作る人もないし触れる人もあんまない気がするんですよねなんか人間の,その弱さとかエジらしさとか矛盾みたいな,なんかその矛盾と付き合うレッスンが哲学かなってちょっとふわっとした言い方で許されるならば。 そう矛盾と格闘するレッスンが哲学というものの一つの営みの中にある重大な、うんうん、契機かなって思いますね。さてちょっとそんなことを踏まえながらですねあの市原さんあのちょっとあの資料をもう一回投影してもらっていいですかねあの。我々の今回のテーマがタイパを哲学するっていうことで、うん、講座をやらせていただくわけなんですけれども。 で一応、まあ、設計上こんな感じになってます。だだあの初日が僕と近内さんが共同で、はいまあ、今日の話の延長ですね、はい、哲学的思考とはっていう話をさせていただきデイツーで僕の方から「独学の思考法」ってこれあの僕も <laughs> 似たようなタイトルの本出したんであれなんですけれども、はい、これはあの若き哲学者の山野さんですよね。はい、これの新書でとてもいい本があるんで、はい、そので頭の使い方。 チャリタブルリーディングとかね、いいですよ、ねい。いい表現ですよね、チャリタブルリーディングはあれはまあそんなこう頭の使い方みたいなことをやりつつ、近内さんがスマホのね、デイスリー、そして僕がデイフォーでゆっくり急げっていう、まあ、そ,あのそんな本、そして近内さんがもう一回、ヒマリンですね、はい、国分光一郎さんの、うんはい。そして最後、 発表みたいな、まあ、こんな仕立てでやるんですけれども、うんうん、ちょっと近内さんからも、この、まあ、まずタイパそのものをなぜ私たちがキーワードとして選んだのかみたいなところから、ちょっと語ってもらってもいいですか。うんうん、なんかね、タイパっていうと結構、言い方悪いけど、ちょっと船舶な、すごくトレンドっぽい感じなんですけど、うん、よく考えると、時間の問題なわけですよね。 やっぱりその時間っていうのはもちろんもの、ね、すごい面倒くさい議論までいればもちろん哲学的だけどやっぱり時間っていうものは僕らにとってとても大切なてか大切なんだけどよく考えると不思議なもの、うん、でこれをいろんな角度から考えるっていうのはた確かに哲学的なレッスンの題材としてとても面白いしあと何でしょうね何だろうな。 やっぱり僕らのとらわれているものの典型が、なんかそういうパフォーマンス、ほにゃほにゃパフォーマンスっていうのは、だいぶ僕らはと、うん、らわれているというか、うん、ポジション、自分たちのポジション、21世紀の人類としてのポジションになりつつあると思ってて、そ,ね、それを乗り越えるっていうところ、そのさっき言ったね、関東の理性を公的しようっていう意味で言うと、それ、本当に大切なのと。 で大切だとしたらなぜ大切なのかをちゃんと把握する。そうすると、おそらく前自分が思ってた自分よりアップデートされる。うん、だから私はタイパっていうものに何かとらわれてたんだと。あるいは確かに良くないかもしれないけど、この部分は大切だねとこの部分には心理があるねとか。っていうふうに捉えるには、まあなかなか面白いテーマなのかなと。まあ簡単に言うと結構みんなもや,るじゃもやっとするじゃないですか、タイパだよねっていう。うん、っていう。あのー、 私たちにとって希少なリソースがまずはだね、だからこそ議論になるわけですけれども、ね、まずコスパっていう話がありましたコストね、まあ、お金っていうのは私たちにとってすごく希少なリソースなんで、これをどう使うかっていうのは、めっちゃ大事なテーマになるわけですね。だこの少ない資源をやっぱりより大きくしたい、だからコスパになるわけですよね。で、あのタイパもに同じですよね。 ななな時間といいいいう有限なリソース、うん、これれを垂れ流していてはもったいないだからどうせ投下するんだったらそれ以上のリターンを得ようっていうのは、うん、まあ私たちのこうナチュラルな動きだと思うし一旦職場に行ったら、ま、マジでタイパとかすごい大事じゃないですか、うん、もうだらだら仕事してんじゃねえよみたいなね同じ1時間かけんだったら生産性どれぐらいのこうアウトプットレバレッジかけられるかっていうのはもうもう基本中の基本ですよね。 基基本本中の基本、ね、だからまあ我々は無意識のうちにこうコスパタイパみたいなものは前提になってるんですよ、うん、動き方がね。うん。その上でねデでもっていう、うん、そこの部分に光を当てていくってことですよね。なんかやっぱでもそれでチキンレースというかタイパでじゃあギュン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 時間潰してってじゃあその空いた時何するのっていうとまたタイパでいっぱい。 映画とかをファスト映画をやるんだよってなると、うん、それ何目的どこ行っったのってなるる気がすすんですよね最近ちょっとまだ読んでないんですけど「欲望の見つけ方」っていうあの早川書房から出た本があって、うん、なんかすごいタイトルだなと思って<ー>欲望はあるんじゃないのっていうでもやっぱりみんなやっぱその結局じゃあタイパでギュンギュンその、ね、効率よくやってじゃあ空き時間があった時にさて何しようって時に意外とみんな、うん、あれっていう風に、に何のために時間練習したんだっけ、うん、とか。で やっぱこれあの僕のデイ3とデイ5に共通、僕の挙げたあの選んだ本に共通しているのが、人間はデフォルトで暇なはずなんですと。あのなどえ忙しいよって言うかもしれないけどあの、動物たちの方が忙しいんです。なんでかっていうと、彼らは餌をあの捕食しに行かなきゃいけないので、まず餌を見つけに行くと。であとあの、ずっと食べて消化するまでに相当時間がかかるんで、食べた後ゆっくりしないといけないですよね、動けないんですよね。 人間は火を使えるようになったのであの消化というものがとてもとても効率よくなったんでご飯を摂取すると栄養を摂取するというのがとても効率よくなったよって暇になったっていうのが基本的に進化心理学における前提として割と語られてる話なんですよね、うん、だからおかしいじゃないですか本来暇なはずなのになんで忙しいのと、うん、あれ矛盾じゃんってわけでやっぱここななんで忙しいんだろうこれ原因は何だろうとか何で時間がある暇で 有意義なことあるいは自分の生き生きとした生活をできるはずなのに飲んで生き生きできてないんだろう明らかにはここには矛盾があるとすればここのタイパという観点からこの矛盾というものに切り込んでいけば何かあそうだったのかっていうことに至るんじゃないかなっていうのが何か僕のイメージですね。そうですねタイパとかが難しいのってタイとかコスっていうのは先行確定されるじゃないですか。うん まずこの仕事するのに1時間。まあ、じゃあ本にしましょうか。うん、本読む。まあ、え映画の話だったから映画見る。2時間です。これも確定なんですよね。映画2時間。うんね、で、パっていうのは、これ不確定なんですよね。何をもってパというかそう。そのリターンはいつ来るのかも不確定。だから基本的には比べようがないんですよね。この2時間っていうもん。で こう本当にこう自分が死ぬ間際にああ,あの映画に出会えてよかったって思ったら <laughs> ねそれはもうそれに勝るものはないわけですいやそうなんですよ僕らの本当に大切な経験って時間軸が狂って僕らに訪れるんですよね何かう僕ね前の本でも出会い直すって言葉を言ったんですけどあのそうだったのか いううか逆になんだろうなああの経験が自分にとってこんな意味があったのかって気づくのって絶対時間が経ってからなんですよね、うんうん、例えば友人に会った高校の時に会った友人でやっぱり20年した時に、うん、あそうかこいつと20年いたのかあの出会いがきっかけだったんだなってのって20年後にやっと自分の中に炸裂する次元爆弾だったっていう。うん、<laughs> で炸裂する かかかどうか分かんないわけですよねで炸裂した時に未来、現在が原因となって過去の出来事が結果として生まれるんですよね。あの時に僕らは運命的な出会いだったんだっていう。つまり語り直すことができるんですね、過去は。でタイパーって必ず現在から未来に向かうものなんですよね。確かに。学者の鷲崎和さんが現代で言われてる、うん、えと誠しやかに語られてるよ,よきよきものとされているものは全部未来志向な言葉になっちゃってる。 うんうん、プロデュースとか,なんかプロなんとかって言葉があるプロって,だってこ前へっていうか未来へっていう意味でも、うん、全部未来志向なんだうん、うん、つまり未来を今ここで回収しようとする未来にこんだけ得られるであろう利益を今回収しようとするっていう発想にな,なりすぎちゃってるとまあそうっすね、うんうん、困ってる <laughs> どうしたか <laughs> いや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 だまさにそのビジネス志向ですよ今の話は本当に、うん、だからファイナンスな なんてそうじゃないですかこう将来の利益を現在価値に割り戻してまあそれが結局リターン上回るかどうかっていうことで投資判断をするっていう感覚ですよねだからその割引率どれぐらいでっていう、まあ、フォーミュラがもう全部できていてそこに入れればこれは投資に値する案件ですそうじゃない案件っていうのが、まあ、基本的には分かりますっていうロジックでこう考えるわけですよねでそれがこう個人のプライベートにまで結構ある意味侵食している うん、側面があって今のこの部分をしょう将来将来の価値を現在価値に割り戻すみたいな考え方っていうのは無,無自覚にしちゃってる感覚はありますね何、うん、かそうですねいや一つこれちょっと、うん、あんまいい例じゃないかもしれないけど僕の見かけた風景だったんでちょっと紹介したいんですけど僕とあるあお予,備予備校に仕事をしていた時に 受付であの多分入塾の説明とか入塾の案内を多分受けてる人がいたんですよね。うん、高校生なんですけど平日の5時ぐらいかなやっぱ聞いてる人もいるかもしれないからちょっとあんま悪口にならないように言いますけどあのご両親が子供と一緒に来てたんですよね。で塾のスタッフが説明してるんですパンフレットをご両親がこうやって見ながらこ子供はこうなんかうーんって感じしてるんですよ。なんかそれ見た時に「あ親にとって塾に通わせるは 不動産投資みたいなもんなんだなと思って <laughs> 不動産の話を聞きに来てるように見えた。投資話を聞いてるように見えたんですよね。この,<ー>ここの講座はこうかなって言って、なんか要はこの子にも、多分あまあ、もちろん愛だとは思うんですよ。この子に良き教育をで。あんまりね、何年も別時間があるわけじゃないですか、受験だと。となった時に、どのものがいいかなって言うけど、とてもなんかねみ、未来を買おうとしてるんだなっていうの見えちゃったんですよね。あ 不動産投資しににに来ててるのここにって思っ思た時にきょ教育ってなんだろうでも僕もその、ね、予備校の,その産業システムの中にいるから、ねあのまあ、100%球団なんかもちろんできない共犯関係にはもちろんありますけどなんかあれとは思ったんですよね。いやーそこかしこにありますよねだから別に僕もそれが悪いと思わないし、ねうん、なんだけれども、まあ、ちょっとそろそろ時間なんでクロージングにも入りますけれども。はいはい まあこんなような、ちょっと冷静に考えれば、なんかバグってるよね、われわれみたいな、そんな扉がいろんなところに開いているので、まあ、これ、まあ、6か月というね長丁場になりますけれども、ちょっとね、あのいろんな疑問をのぞいてみる、このジェンガ、本当大丈夫、うん、みたいな。この上で踊っていいのかなっていうね、うん、踊りジェンガを見つけるっていうね。そんな時間にね、できればなというふうに思いますし。うん まあだから哲学みたいなことにあんまりこうそ今まで触れてこなかったとか、まあ、そういう人たち向けの講座なので、まあ、もうちょっとね近内さんカントとかウィトゲンシュタインとかちょっと多くの人には聞き慣れない言葉も出てきたかもしれないんですけれども、まあ、扱うネタは非常に身近なものを通じてこう考えていくっていうそんな形にできればなと。な僕としてはこの講座を受けた人た人ちが そういえば、私小学校の頃こういう疑問を持ってたことを思い出しました。とかになったら、なんかいい講座になったのかなって気がしますね。うんなんかああったわ。そういうこと考えてる時期って自分にもあったなとか、なんで忘れちゃってこうなったんだろう。とかっていう風うにやっぱじ自分の中にある。矛盾とか、あるいはあれっていう。風うに気づいてもらうっていうのが多分一番。最初のやっぱ哲学の最初の一歩。 ね、いろんな知識を入れるじゃなくて自分の中であれこれ疑問に思ってた時期あったなそういえばとかでもいつしかそれ意味ないからってか忘れちゃったけど改めて見ると考えてみたいとか、ねうん、この矛盾ってずっと気になってたんだよねとかっていうものを一緒に考えると、まあ、その題材として複数の本が、うん、書籍があるわけですけど、うん、なんか,かん考えるということの実況中継っていうか一緒にやりながら、ね、フィードバックしながら一緒に考えるっていう講座かなと思っております。 はいということで、ちょっと時間になってしまいましたので、私たちのパートはここで、最後、市原さんから事務局ご案内ですかね。はい事務局案内させていただきます。最後に荒木さんと近内さんにちょっとお戻ししようかなと思ってたんですが。うん、は,いはい、はいいいですよ、はい、大丈夫ですか。はいありがとうございます。じゃあ、ここから私のご案内させていただきます。はい ですね、今回、荒木さんと近内さんの講座、6ヶ月の講座になっています。デイ1とデイ6ですね、最初と最後はお二人ともダブル講師という形でご登壇いただく講座です。はい、でビジネスの荒木さんと哲学の近内さんという形で、いろんな思考を交えながら頭をほぐしていただくようなクラスになっているかなと思っていますで。各デイですね、2時間ずつの構成になっていて、6ヶ月半年間のクラスになります。 1>, で1ヶ月あたり1万6500円で6ヶ月で9万9000円のクラスになります、はい。こちらですね、お申し込みが7月の25日火曜日までになりますので、ぜひお早めにお申し込みください。今、チャットの方でお申し込みの URL などもお送りさせていただきますね。はい で同じ時期なんですけれども、8月に伊藤陽一さんのリーダーシップの講座だったりとか、古川武さんの各瞑想を使った週刊日のクラスなどもありますので、ぜひこちらもご興味ある方、えーと、7月25日までの申し込みになりますので、こちらもぜひ、えー、お早めにお申し込みください。はいでえー、とこちらですね、あのアーカイブも LINE などで流させていただきますので、こちらご登録もお待ちしております。はい 今、アンケートも入れさせていただきますが、本日のアンケート回答、ぜひお願いします。あの近ちさんが言語で書けられたのをうう言語で解くっておっしゃってましたけど、アウトプットする、言語にするっていうの、すごく大事かなと思いますので、アウトプット、ぜひぜひ、はい、お願いしますという形で、今ちょっとアンケートを読んでましょ、はいで回答いただけた方は近ちさんの音声コンテンツをお届けしますので、ぜひお願いします。はい で次回のイベントなんですけれども、えー、連休明けですね、7月の18日に古川武さんをお招きしまして、生き方をシンプルにするための習慣とはという形でセミナーを行わせていただきます。こちらも無料になっておりますので、ぜひお申し込みお待ちしております。こちらもリンク貼らせていただきますね。よいしょ。はい。で、本日のリフレクション、ぜひ、えー、ツイッターの方ですね、えー、フライヤーセミナーという形で書いていただければと思います。 はい、ではこちらで私のご案内以上になります。一旦荒木さんと近内さんにお返しします。はい、うん、ということで、えー、じゃあ近内さん、どうもお疲れ様でした。相変わらず近内悠太はおしゃべりだなということを再認識した、この40分ぐらいの。今日はそれなりに抑えたつもりだったんですけどね。<laughs> <laughs> いやいやいや。はい。はい まあでもね、あのー、2人のコラボ企画ということで、初めてのチャレンジですけれども、うん、まあねかなり長らくいろんなトークをさせていただいてますけれども、うんうん、まあ僕はちょっとねそのビジネス寄りの話を絡めつつ、まあ近内さんは近内さんワールド全開にしつつ。う,ね、うんただ、ななんかなんだろうな、そう必ずしもなんか野蛮なことをしろっていうつもりも全然なくて、うん、なんだろなあ,あの うん、うまく生き生きと生き,て生きることができてないなとかあるいはなんかちゃんと考えないとなっていうんであれば一緒にやりませんかっていうようなお誘いっていう感じのイメージですね。そうですねはいみんなと一緒にわワイワイ、はいわい普段語ることができないそんなことを光を当てて議論できればと思っております。うんうん、はいということでじゃあよろしいですかね。はい さん近内さん、ありがとうございました。はいはい、この後私、残りますので、もしご質問ある方などはぜひご質問ください。はい、では、皆さん、本日はお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。い皆さん、もしよろしければ、感想などもチャットなどでいただけると嬉しいです。はい 今回哲学っていう名前ですけどねすごく難しく考えるっていうよりは身近な何だろう疑問だったりとかをあのきちんと捕まえてほぐしていくようなクラスになるかなと思いますのでぜひご参加もお待ちしています。で荒木さんがね構造化してくださったりとかそれをどういうふうに形作っていくかっていうのもやっていくんじゃないかなと思いますので6ヶ月ですね結構長いクラスになりますが楽しんでいただけるかなと思います。 何か質問などあれば、ぜひコメントなどに入れていただければと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫そうかな。ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。<laughs> はい。ありがとうございます。はい。では、本日皆さんもお忙しい時間かと思いますので、こちらで終了とさせていただければと思います。 午後からもまた頑張ってください。本日はありがとうございました。